こんにちは、発音トレーナーのセイライです。今日は英語で一番使われる母音で、かつ日本人がめちゃくちゃ苦手なあれを解説していきます。そう、曖昧母音ですね。手話とも呼ばれますね。で、音としてはこんな感じの音で、これぐらいですね。じゃあ一番ってどれぐらい使われているのと思いますよね。例えば、この文章。Daniel is a professional personal trainer. はい、というセンテンスがありますが、母音が全部で13個あります。そのうち曖昧母音は8個あるので 62% が曖昧母音になってます。カタカナと比較してみると、Daniel is a professional personal trainer. Daniel is a professional personal trainer. まあこれぐらい変わりますね。で、曖昧母音めちゃめちゃ多いんですよ。まあこれはですね、まあ分かりやすいように、こう曖昧母音が多いセンテンスを選んでるっていうのもあるので、まあかなり多い方ではあるんですが、ひとまずですね、いっぱい使われてるんだなっていうですね、こうイメージはしていただけたのかと思います。そしてこの一番使われる母音を使いこなせると、カタカナ英語っぽさが、抜けます。逆を言うと、カタカナ英語っぽく聞こえちゃう理由っていうのが、この曖昧母音を使いこなせていないからなんですね。で、なぜこの曖昧母音が難しいかというと、理由が3つあって、まず1つ目、見た目では判断できません。2つ目、カタカナに引っ張られます。3つ目、ネイティブの発音をそもそも聞いたことがないですね。で、なので今日はですね、たくさんの単語を紹介していくので、見た目がどうなっているのか、カタカナとはどう違うのかを、ネイティブの発音を聞きながら、この3つのポイントからですね、解説していきたいと思います。最初は冒頭で例に出した、プロフェッショナル、プロフェッショナル、パーソナル、プロフェッショナルから行きましょう。プロフェッショナルですね。4個母音あるうちに3個も曖昧母音になってます。プロフェッショナルですね。これは、3個ある母音のうち2個が曖昧母音になってますね。で、2つともカタカナと見た目にどうしても釣られちゃうんですが、基本的に持っておきたい考え方っていうのは、ストレス以外は曖昧に、くらいの意識を基本としてください。そうすると、professional の場合はですね、ストレスが fair ですね、この真ん中の fair になるので、それ以外の音は曖昧でいいんだ、くらいのマインドセットが必要です。曖昧母音っていうのは、もう綴りが O でも I でも A でも関係ないので、文字から判断しようとしても難しいです。というか無理です。なので、文字じゃなくて、ストレスなのか、ストレスじゃないのかって判断しましょう。いや、でもどうしても見た目にカタカナに引っ張られちゃうんですっていう方におすすめなのが、母音をそもそも消してしまうという方法です。professional であれば、もうストレス以外の母音をもう消しちゃえば、professional ですね。もうむしろ、shunoshuno ですね。もう死んだ気発音してる感じになってくるので、こう見た目に騙されづらくなります。なので、うまく発音できないときは、もう母音はないものと思って発音するぐらいの意識がおすすめです。personal も personal、もう後ろも S と N と L くらい。の感覚で発音してみましょう。ただそうやって発音した時に普段の慣れているカタカナの発音じゃないからこの音合ってるのかどうか不安になりますよね。そんな時にネイティブの発音をたくさんインプットしましょう。おすすめなのはよく動画で紹介しているユーグリッシュというサイトですね。はい、このサイトです。気になる単語検索すればネイティブの発音たくさん出してくれますので、もうリアルな発音を大量にインプットすることができます。めちゃくちゃおすすめです。実際にですね、ちょっとパーソナルとプロフェッショナルの発音を聞いてみましょう。And I went on the road as a professional French horn player. Match. Even though outside professional handwriting experts. And where that came from is he studied professional athletes. I spent nearly a decade observing up close and personal. It was personal development. Signs of paralysis and you were really good at asking personal questions. こんな感じで見た目と音声から今までの発音の認識をですね、変えていく必要があります。で、結局一番重要なこと何かっていうと、大量にインプットしてパターン化するということになります。で、今回ですね、公式 LINE の方で特別にプレゼントを準備しました。曖昧母音を使った単語、100単語のリストをネイティブ音声付きで無料配布していますので、希望の方は概要欄の方から LINE 登録後に、曖昧母音と入力、またはリッチメニューのプレゼントボタンですね、からゲットすることができます。ちなみにですね、LINE の方からは有料動画コースの発音の、基礎の全体像がわかる1時間の特別動画であったりとか、すべての母音シーンの発音方法をイラストと、ネイティブ音声で学べることもできて、まあ、有料級のですね、たくさんプレゼントしてますので、まあ、ぜひですね、概要欄チェックしてみてください。
ではここからですね、苦手な人が多いたくさんの単語をダーッと流していきますので、見た目カタカナに騙されないように曖昧母音を使った音をですね、インプットしていきましょう。ではここから14個のですね、単語を使って曖昧母音の練習をですね、やっていきますが、見た目に騙されない、カタカナに騙されないですね、曖昧母音を使って発音するにはどうすればいいのかというところで、ざーっと見ていきましょう。で、こちらのスライドの見方としてですが、まずこの下線部ですね、この赤の下線部の部分が、曖昧母音になりますので、綴りに騙されないようにですね、してください。まあ、どうしても E だとですね、レベルって言いたくなっちゃうと思うので、それに騙されないようにっていうのがポイントですね。一応ですね、こうカタカナでも入れていますが、まあ、カタカナは参考程度に、していただければと思います。で、曖昧母音を発音するときのポイントというのが、ここです。もう母音がないイメージで発音するっていうのが理想なんですね。というのも、曖昧母音ってそもそも、なんていうんですかね、こう、惰性で発音しちゃうというか、まあ、さらっと発音したから、適当に発音したから曖昧化するみたいな感覚の方が強いんですね。なので、あんまりこう意識、曖昧母音を発音しようみたいな意識でやっちゃうと、逆に不自然になることがあるので、もう母音ないぐらいのイメージで、子音だけ、もう V と L で、vo, vo, level ぐらいの感じで発音してあげる方が、ちょうどよくなったりします。level, level. はい、こんな感じですね。ということで、音声も聞きながらですね、どんどん進めていきましょう。二つ目、cancel ですね。これ後ろの方、cancel, cancel, cancel, cancel。三つ目、チャンネル。これは、channel, channel, channel, channel。四つ目、モデル。これは、model, model, model, model。はい、次は、ノベル。これは、novel, novel, novel, novel。はい、次、Rachel。まあ、Rachel ですね。カタカナだと人の名前ですが、Rachel、Rachel。Rachel、Rachel。次、Michael。これも人の名前ですね。Michael、Michael。Michael、Michael。次は、ローカル。Local、Local。Local、Local。なので、このローカルに関しては、よくのハワイのロコって、ロコって言ったりすると思うんですけど、そっちの方が実は発音の方はですね、近かったりします。次、アニマル。アニマル、アニマル。アニマル、アニマル。次は、メンタル。これは、メントル、メントル。メントル、メントル。はい、次、フィジカル。これは、フィジカル、フィジカル。フィジカル。physical。 はい、次は April。 これは April、 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 April。 はい、そして次モバイル。これは Mobile、 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 Mobile。 はい、そして最後ですね、マクドナルドになりますが、まず最初のですね、この Mac の部分とナルドのこの2つがですね、曖昧語になります。まあ、感覚としてまずですね、この MCMK ぐらいの感覚で、mk, mk, mk, mk。で、後ろの方は、nose, nose, nose。はい、もう N と L と D のですね、子音だけ発音するぐらいのイメージ。で、ストレスは、mcdonald ですね。ここだけはっきりと。mcdonald's, mcdonald's, mcdonald's。mcdonald's, mcdonald's。はい、というふうにですね、発音することができると、英語らしい発音になっていきます。こんな感じで聞いてみると、思ってる以上に印象が変わる単語たくさんあったと思います。二音節以上の単語であれば、曖昧母音は1個あるぐらいの頻度で潜んでますので、もう意識的にですね、練習するようにしてみてください。このチャンネルではですね、毎週末に発音やリスニング力アップの方法など、音にフォーカスした動画をアップしていますので、興味がある方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。